コンチッス。前回の動画でですね、動画の始まりの挨拶を変えるとそう言ってたと思います。だがしかしその際にですね、たくさんのコメント、そしてツイッターからのメッセージもいただきました。変えないでくれと、そうおっしゃってくれる方がたくさんいました。どうもありがとうございます。中にはですね、精神状態がよろしくない時にあの挨拶に何度も助けられましたと、さらには家族で見てくれてる方で、子供たちが泣く始末ですと、そういうメッセージもいただきました。なんで僕決めました。現状維持したいと思います。ただ一つだけ、動画の始まりはオープニングトークを挟ませるかもしれません。それだけご了承ください。ということで、はいどうもピオキングです。今日もですね、トロールコースの一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ニュースープフォーディナーかっこトロールということで、これを翻訳するとですね、夕食のために新しいスープをっていうことなんですよね。そして制作者さんはあの豆腐さん、トロールコースを作る界隈でとても有名な方ですね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.03%。 そして今回は久しぶりにニュースーパーマリオブラザーズ U のスキンだね。さあ開幕殺しはあるんでしょうか。いや、なんもない感じだね。じゃあこのハテナ叩いてみようか。どうなる。あれあれれ開幕ハナ。じゃあここはハテナブロック叩かんでよかったんだね。ブラパが押し寄せてくるから、この状態でオフします。なるほど、隠しブロックでやってくれるっていうわけで、じゃあここはオープン降りてすぐ右に出す。てっきりこのオンオフが変わってね、右に逃げると思ったんですけど、こっから右に行けるっていうわけか。さあこのベッドを持って右に投げつける、それが正解だと思うでしょう。でも一旦かぶってこのブロックを叩く。こい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 。っていうかここ画面の情報量多くない？めっちゃ見にくいんだけど。じゃあここで投げろっていう感じか。じゃあ投げますよ。これで正解なんでしょう。そして下に行けと、そういう感じだね。さあここは何もしない。はっ、何もしてないやどうやってやらしてくれる。なんか出してこいよ。え、さっきこのオープン踏んだっけ。当たってたんだろうねきっと。じゃあこの四角叩きます。いや、何もない感じか。じゃあもうオンオフしかないよ。オンオフしたらどうなるんだじゃあここでオンオフをした瞬間右にダッシュだよ。そしたら次の場面に進めるっていう感じだね。さあここでプロペラを取ってZとしていいと思う。絶対隠しブロックあると思う。頼む、何もないで。よし今日優しいじゃねえかと思った。なんで入れねえの。全然優しくないねじゃあここはプロペラ取って、その真下に扉があったよね。その扉に入る。これが正解だったんだね。これを分かるわけないでしょう。さあここでヒップドロップをして、何かが変わると思う。アイテムが出てくんのかな。どうなんだ。熱々アイテムよしさあここから当たっていきましょう。でこのハテナブロックを叩いて、またファイヤーが飛べるっていう感じかな。なんそれ。画面の情報量が多くて全然何をしていいか分かりませんね。一旦ここでジャンプして左にダッシュ、それで抜けれるっていう感じか。さあここもヒップドロップしてみようか。何か出る。何が出るの。どうすればいいの。あ、この状態で右に進めるっていう感じか。そしてここでバネに乗れっていう感じ。ビヨーン。ダメじゃねえかバネを持たなきゃいけないんだよ、きっと。そうだよね。でここでバネを置くじゃん。そしてジャンプする。よし来た。これでいけるでしょ。頼む入る。やっぱりそう来たうっそ。なるほど、左下に隠してやがったのかのか。もう今日は隠してる系のトロールコースだよ。この下に行けば土管がある。そうでしょ。なんでえ、この下に降りたら土管があったよね。一旦ここでバネを出しておけってこと。さあなるほど、これでオンを発動させたら下に降りれるっていうわけで、ブラッパがなんか邪魔してたんだろうねきっと。さあ進んでいきますか。ここはジャンプしない方がいいよ。気になる気になるジャンプしてみます。やっぱそうだよねもう変なことはしないこんなところにジャンプしたら誰もが引っかかるって思うよね。さあここでヒップドロップして動かない。そしたらアイテムが取れる。じゃあここはヒップドロップしてバネを持っていかなくちゃいけない。きっとそうだよ。絶対このバネ後で必要になってくると思う。さあここでオープンブロックを踏んでみます。なるほど、ここでキノコがもらえるのかちょっと待って、左下フラワーが出てきてるよ。一旦このまま進んでみる。ヒップドロップ、そしてこのまま右に行く。肌邪魔しないでよどっち
ちにしろいけねっていう感じか。そんじゃここは右下の音符ブロックを踏むとフラワーが出てくる。多分そんな感じだと思うんだよね。なんでこのバネ置いてみようか。そしたらどうなる。ナイス。そんでこの状態で右に行けばいいんだけど、ここさ勢いつけすぎたらまたブラパが襲ってくるから一個ずつ壊していこうか。そんで進める。ナイス。でここは壊しすぎるようにしようか。多分このブラパ襲ってくるパターンでしょ。さあこの状態で左に進めと。で当たっていいのかなこれって。一旦チビの状態で行ってみる。チビが正解だよ。あ、どうせチビじゃないといけない感じだね。バーがあるから。さあ進んでいきますか。あ、ここジャンプして相当して相当していくのさっきみたいに絶対なるでしょ。なんで何もしないで進んでいきますね。さあ中間ポイント取れました。さあ喉から入っていきますか。次はどんな罠なんでしょうか。はっ、いや合ってるよこれは。右と左どっちだろう。右はやられるパターンだよね。左しかないよね。絶対こっちしかないと思う。そして下に降りればいいんでしょうか。この状態で投げる。熱い。なかなか今日快適に進めてるよ。右にキノコが出てきてますね。これはどうやってやられればいいんでしょうか。お願いどうかしてやらせてよ。あ、これヒップドロップワンチャンあるよ。ですよね。じゃあこの場所で雪だるま投げておこうか。そしたらキノコ取れるでしょ。頼むキノコ出てきて。よしよし、このまま左に行こう。そんでこの場所でヒップドロップして、これかぶるが正解かな。かぶっていこうか。そしてこのまま、ダメくせ。どうしよう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 。これ一旦やられるしかないっぽいな。今日このコース、かぶり物はかぶったらいけないということを学びました。なんでここで一旦持ってこっから投げる。そしてどうするかだね。一旦すぐ避ける。なるほど、下まで壊してくれるのね。でこの状態でオフが変わって上に行けると、どんぐりくっそ、どんぐりいるのかな。頼む、いらないであって、こっから下ダメスーパーシャープUSA じゃねえんだよ。それじゃあこの場面もうクリアできそうだね。ここでハテナブロックを叩いてドングーリーを取る。そしてこのドングーリーを取ってここで壁ジャンプしていく。多分これで次の場面に進めると思うんだよね。よっしゃ来ました。さあ進んでいきますか。そして次はハテナブロックがあるね。ハテナブロックと四角の枠とこのブロックか。このブロック一旦ヒップドロップしてみていいから。どうなる。あ、キノコが出てきたよ。キノコダメ。これは隠しブロックがあって、これなんだろうね。え、キノコが出てきた。このキノコを取っていけっていうことかな。あ、なんか違う。あ、合ってたんじゃないので、ここでキノコを取って進めるとそういう感じだね。いや進めるやん。ちょっと頼むって。マリオ本気全身ありにしてこのゲーム。それじゃあここは左下の土管までチビで行かなきゃいけないっていうことは、まずここのブロックをヒップドロップする。そしてこの真ん中の隠しブロック出して左のキノコを出すと。そしたらね、ボム兵がこの下のブロックを壊してくれるんだよね。そんでこのキノコも取らずに左下に行くと。そういうことだね。きっとあのキノコこっち来ないのか。あ、来たよ。この状態で次に進むんじゃないのかな。そしたらどうなるんだろう。熱い、合ってました。今日なかなか成功率がいいね。でこの状態で右のバレンドって、おっとピカチュウ。それじゃあここは砲台が来た瞬間壁キックするね。きっとそれで合ってる。ほっ、よし、うますぎ。さあここはヒップドロップして、倒していいのかな。倒します。おい、よしよし、早く逃げよう。やった、抜けれました。これが正解だね、きっと。おでーいや、この下にキノコがあるとか聞いてないよ。一旦下に降りてキノコを取って上をしっぱ。なるほど、やっぱり人があった感じだね。さあ中間ポイント2ゲットできました。あとはゴールだけだね。さあ次はこのハテナ叩いてみようか。なんか出る。キノコどこ、キノコいない。よっしゃ、取ることができたね。さあこっからチビになって右に進んで、うわ、このオフしたら絶対なんか変わるよね。どうなる。
どうすればいいのこれ。なるほど、ここでキラーが下がるっていうわけか。でもこの場面順調じゃないね。いや、なかなか順調にいけたと思ったんだけどな。見て、あの右下オンオフ、さっきさ砲台いたのに今いないんだね。っていうことはさっきと違うパターンでしょ、きっと。絶対そんな感じだ。もうミーティングとか聞いてな、さっきと違うやんかじゃあ今キラーが出してる砲台も絶対何か違う罠だと思うんだよね。あそこも乗ってやめるよ、乗ってみるけど絶対違うパターンでしょ。あ、大丈夫だよ。で、この状態でやっぱ渡れないよね。あそこキノコかなんかないといけないよね。一旦走って行ってみる。こっから走ってクロレンドジャンプ。なるほど、こういうのせないかんの。ここまで普通に走っていけんのかな。じゃあこの場面フラワー取りたいと思います。ここさ、さっきの行き方絶対正規ルートじゃないよね。ここでヒップドロップするのが正解みたいな。やっぱりか、ちょっと今ブラパ下がったね。ここさっきしゃがくるんで行ったんだけど、それはちょっと違ったね。じゃあこの場面フラワーを取らないでいきます。そしたらバブルが出てくるみたいな、そんな感じでしょ。よしよしよし、さあ進んでいきますか。この場面はハテナを叩く、それしかないよね。ハテナを叩いて左に逃げる、これが正解。合ってたんじゃない。ほら、右下行かないでよかったよ。右下絶対罠でしょ。で、ここでヒップドロップしたらどうなる。お、なにこれ、バレット鬼城ですか。熱ーじゃあここは敵を出しておいて、ちょっと壁キックでちょっと踏ん張っておくわ。踏ん張っておいて右に渡れっていうことでしょ。よし、いや、ここは怪しすぎだろ、これは。ドクロリード乗って何もしない。いや、ジャンプするね、すぐジャンプします。ジャンプ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 。よし、オッケー、これは当たったんじゃない。久しぶりに当たったんじゃない、ドクロリード系で。さあ、ここはもうゴールがあると思うんだよな。ここがゴール、いや当たったゴール、すごくない。最後どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ。コース名は1しか書いておりませんね。そしてゴール前にいるドッスンと砲台を見てください。なんかじわんないなんかね、ずっと見てたらあれね、じわってくるんだよね。何あれみたいなこんなことで笑ってる僕は以上でしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.76%、噛んだね今。さあどんな感じなんでしょうか。あ、ゴール条件はない感じだね。っていうことはあの砲台が何を出してくるかだね。あれ、ドッスおらくら、サムネ詐欺ですか、これは。ここでさ、隠しブロックがあるってことは、この隠しブロックを叩いてこの砲台をぶっ壊してゴールするっていうことだと思うんですよ。それさえ分かればもう楽勝だよね。さっさクリアしていきますか。クラエンヘディングパンチちょっと待って、いろいろと聞こえたのはたくさんあるんだけど、まず何、ヘディングパンチってどっち。いや、まあクリア率からしてそんな簡単じゃないっていうことは分かってるんだよな。これもしかしたらさ、左側で叩いても砲台はやられないんじゃないの。なんで早めにさ、砲台より右側に行ってブロックを叩く、これで砲台を溶かせることができるんじゃないかな。で、そうでしょ。なんでちょっと早めにやってってみようか。まず段差降りるでしょ。そして砲台の右に渡ってジャンプ。うわ、早っ、このブロック。今ので気づいたことがあるんだよね。まずここの段差があるじゃん。ここの段差でつまずいたらもうこのブロックを叩けないね。そしてこっからジャンプして綺麗にさ、この場所に乗らなきゃいけない。そしたら多分ね、あの隠しブロック叩けると思うんだよね。いや、相当難しいよね、この人まずタイムロス出していけって。ほら見て、ね、やっぱ引っかかっちゃうんだよな。くっそ、スタートっていきますじゃん。何度でもあります、僕ここで決めます。はい、やったどうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。